トリニダードスコーピオンブッチテイラー、あるいはトリニダードスコーピオンブッチティーペッパーはカプシクム記念セキャプシクム記念セという唐辛子の一種の栽培品種であり、最も辛い唐辛子の一つである。トリニダードトバゴ原産のトリニダードスコーピオンという栽培品種を親としている。ヒッピーシードコミュニティのニール・スミスが命名した。もともとスミスはこの種子をミシ,シッピ州、 クロスビー、ウッドビルにあるチリソース会社材デコファームズのオーナーであるブッチテイラーからもらっており、テイラーがこの唐辛子の種を広めていた主な人物であったため、名前はこれにちなんでいる。スコーピオン種の唐辛子は、尖った先端がサソリの針に似ていると言われるため、サソリを示すスコーピオンという名で呼ばれている。トリニダードスコーピオンブッチテイラーは3年間にわたり、 最も辛い唐辛子としてギネス世界記録を保持していた。2011年3月に行われたラボの試験では、標本がスコビルチ146万3700を記録し、この時点で世界一辛い唐辛子となった。土壌をミミズ堆肥を作っている農場の硫酸水で肥やすことにより辛い唐辛子ができるという。2012年にキャロライナリーパーが スコビルチにして1569,300種を記録し、ギネス世界記録に世界一辛い唐辛子として登録されたため、トリニダード・スコーピオン・ブッチ・テーラーは世界一辛い唐辛子ではなくなった。ありがとうございます。